区の佐藤敦史クリニック様にお伺いいたしました。感染症対策の導入するにあたって何か苦労されますか？なんかですね、その正解がもともとないような対策だったので、まあ、ちょうど1年前ぐらいから、はい、まあ、感染対策っていうのがクリニックでも、あと世の中的にも、どんどんなされているような状況になったと思うんですけど、もう本当に僕も手探りで、まあ、いろんなテレビとか、そう YouTube とかでコロナの情報を得たり、あとはそれこそコンビニとかでビニールカーテン作ってるのか触ってるのかとか、あと他のクリニックさんの状況を見てみれば、こういったセンサーを使ってるのかなっていうのを見ながら、本当にいろんなところのいいところを少しずつ取り入れながら対策を考えて。感染症対策ですね、導入していきまして、実際にスタッフさんからの反応っていうのはいかがですか？看護師スタッフについては、やはり学校できちんとその医療の感染対策について学んでいるので、看護師からは特に大きな不安とか不満っていうのは言われたことはないです。どちらかというと、やはりその学校で勉強してない受付事務のスタッフから、やはりコロナについての、恐怖感、不安感などを耳にすることがあったんですけれども、これに関しては、まず一番最初に受付事務のスタッフの安心感を得たのは、ビニールのカーテンを設置したこと、マスクについても、きちんとその通用口で、みんな一日、店が新しいものを使えるように提供したりとか、またそのアルコールの消毒についても、みんなに至るところにして、みんなが気になったときには常に消毒できるとか、あと手洗いできるようにとかいうような配慮をしています。意識がないように受付さんとかもあるから最初は。そうですね、はい、それも一つ一つを入ってあげたことによって、今はそこまで。そうですね、1年経ってみて、当院でも、何人かのこんな感染者の方を診断してるんですけど、こういったことではうつらないのな、当院ではこれだけ感染対策してるんだなということが、スタッフたちにもちゃんと浸透しているので、最近ではそういった不安の声は幸い、今2021年の6月ですけど、医療スタッフについては、今回新型コロナの時に2回接種もありましたので、みんな免疫がついて、より安心感があります。で、実は、当院では、2回接種した後の1週間後に、新しくコロナの抗体検査キットを導入して、みんなワクチン接種で免疫ができたかどうか確認します。そこまでちゃんと見てあげて。そうですね、それは安心ですね。そこまで見ていただけて。そうですね、もう目で見ると抗体ができたかどうか確認できたので、それもよりみんなの安心が得られて、スタッフから報告です。感染症対策で、今度は患者さんからの反応って伺います。
特に当院ではこの夏休みに設置したアクリルパーテーションであるとか、はい、あとその診察室にあるそのヘパフィルターの、うん、ヘパフィルターのクリーンパーテーション、うん、あれを見ると皆さん、うん、ここまで感染対策してたと思ってて、ね、非常に安心感が得られる、うん、しっかりされるんだなっていう印象を受けますもんね、うん、まあ口で説明しなくても目で見れば分かる、うん、では最後にこれから感染症対策をしていきたい、もしくはやってみないでもっと強化していきたいという先生だったり、何か先生からアドバイスというか言葉をいただくとしたらどんなものがありますでしょうか。やはり一番は感染対策で不安を持っている患者さんにより安心して来院していただくことが大事なので、こう目で見て分かる感染対策をしっかり一つ目やってあると、うん、まあ、こちらが全てに関して説明したくても、うん、まあ、患者さんは非常に敏感に察知してくださって、これもやってあるかな、これもやってあるかなということで、うん、まあ、よりそれこそ若い、うん、患者さんたちにとっては非常に安心感が大きくなって、うん、習慣対策としても、うん、非常にいいということ。あとは、まあ、働いている医療スタッフに対しても、やはり感染に対する不安を与えることができないので、うん、患者さんにとっての感染対策が第一なんですけども、うん、よりそこをしっかりしてあれば、うん、医療スタッフの安心感も大きくなってくるので、うん、他のクリニックでは、うん、コロナの影響で、うん、心配だからクリニックを辞めてしまったという話を聞くんですけれども、当院ではそういうことはなくて、うん、はい、まあ、みんな一丸となって、うん、